ホルスト・バルター・シュタインは、ドイツの指揮者。バンベルク交響楽団就身名誉指揮者。ラインラント地方の都市エルバーフェルと生まれ。親は、機械校。同郷の指揮者に、ハンスクナッパー・アーツブッシュ、ギュンター・バントがいる。フランクフルト音楽大学やケルン音楽大学で、バイオリンピアノ、作曲、指揮などを学ぶ。1949年、ブッパータール市立劇場合称指揮者。 1951年、ハンブルク州立歌劇場指揮者。その後、ベルリン国立歌劇場を経て1963年に、マンハイム国立劇場音楽監督。1952年から1955年、バイロイト音楽祭で、クナッパー・アーツブッシュ、ヨーゼフ・カイルベルト、ヘルベルト・フォンカラヤンらの助手を務める。1962年、バイロイト音楽祭で、ワーグナーの、 カルジファルを指揮。1970年、バイロイト音楽祭で、ワーグナーのニーベルングの指輪全曲を指揮。ワーグナー指揮者としての名声を高めた。1970年、ウィーン国立歌劇場第一指揮者。1972年、ハンブルク州立歌劇場音楽総監督。1973年、来日して、 NHK 交響楽団の定期演奏会を指揮。1975年 NHK 交響楽団名誉指揮者。この頃から活動の中心を歌劇場から演奏会に移す。1980年スイスロマンド還元楽団音楽監督。1985年から1989年ザルツブルク音楽祭に出演。1985年 バンベルク公共楽団主席指揮者。同学団を率いて各地を演奏旅行し来日公演を果たした。1996年、病気のためバンベルク教を理任終身名誉指揮者の地位を贈られる。1998年、NHK 公共楽団を指揮するため来日。N 教への出演は、これが最後で16回目の出演だった。1999年、 プラハの春音楽祭客演中に再び倒れる。2000年3月13日、マンハイム国民劇場管弦楽団のコンサートで、ブルックナーの公共曲第8番を指揮、演奏中に倒れるも、休憩を取った後に最後まで演奏。翌日も同じプログラムを指揮する。2008年7月27日、スイスの自宅で死去。80歳没。極めてオーソドックスながら、 弾力のある音楽が特徴。棒のテクニックは体型に似合わず器用で歯切れの良いものだった。地元のコレペティトールからスタートして、カイルベルトやカラヤン、ハンスクナッパー,ーツブッシュ、キュンターバントなどのアシスタントを経験した叩き上げで、あり、熟練のカペルマイスターだった。ワーグナーやブルックナー、リヒャルト・シュトラウスなど、ドイツ音楽を得意とし、NHK 交響楽団の名誉指揮者として、 日本にも馴染みが深い。ウィーン国立歌劇場やその後のコンサート、活動だけでも、それぞれ500回以上の出演記録がある。ありがとうございます。